セイキンミュージック セイキン TV を do ya。 はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、スーパーマリオバックパックバディーズ。はい、ということでこちらなんですが、まあ簡単に言うとマリオのキーホルダーみたいなものですね。で、これパッケージの裏なんですけど、おそらくこれ8種類のマスコットが入ってるということです。まあどれが当たるかは分かんないということですね。今回お店に5パックしかなくて全部買ってきました。でもね、これ1パック高くてね、1個1500円ぐらいするんですよ。これね、おそらく海外で売ってるものなので、まあ高かったんでしょうね。まあ狙うはマリオですよね。早速開けていきましょう。それじゃあ1つ目いきます。何が出るかな。ほい、せーの、ほい。おお、まだくるんであるね。せーの、ほい。おお、これはキノピオ。ちっちゃー、これ小さくないですか。これ1500円。これマジかよ。おい、はい、1つ目キノピオが出ました。可愛いですね。パッケージの割にはかなり小さいですね。まあでもマスコット自体はすごく可愛いですね。で、これでこうリュックとかにこうくっつけるってことですね。しかしですね、これ1500円はちょっと高いな。これおそらくね、輸入代だよね。はい、2つ目いきます。せーの、ほい。おお、ワリオ、ワリオちょっとでかい、ワリオ。はい、ご覧ください。キノピオと比べるとかなり大きめです。っていうか実際このぐらいの大きさなんですかね。さあ次、頼むよマリオ。せーの、マリオ。お、きたー、きたー、やったー、嬉しい。いやー、やりました、やりました。マリオ出てよかった。本当に5個しか買ってないんでね。いいね、ひときわやっぱりいいですね、マリオ。一応マリオ出たんで、まあ残りはやっぱりルイージ、ヨッシー、ピーチ、このあたり欲しいですよね。残り2個です、いきます。オープン、カモンルイージ。うわ、ワリオさん、残念ながらワリオ2体目です。はい、ラスト1個いきます。頼む、カモンヨッシー。おお。はい、マリオ2体目。はい、ということで今日揃ったラインナップがこちらです。いやー、結構被ったね。まあつってもね、5パックしか買ってないんでしょうがないんですけどね。じゃあ早速ね、せっかく当たったんでバッグにつけますよ。おお、いいね、ふんだんにつけていこう。よし、オッケー。さあ、いかがでしょうか。リュックにつけてみました。まあ結構可愛らしくなるんじゃないでしょうか。イエフー。まあでもリュックとかにつけると結構アクセントになって可愛いなとは思いました。街でね、めちゃめちゃマリオつけてる人いたら、これ多分僕ですね。はい、ということでまた機会があればこれリベンジしたいなと思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 You are get up, so keep your get up. 確信なんてないけど You are get up, so keep your get up. 恐れずに受け Everything's gonna be alright.